花粉症の時期、花粉症の原因となっている副交感神経を抑制するという治療をしましょう。花粉症を止めるには、この薬、手の薬指、足の薬指、この薬指の清潔しらくをします。で、薬指に針をして、で、出血させます。こうやって出血させるわけですね。拭き取ります。で、ただ副交感神経を抑制しただけで改善する場合もありますけど、例えば目、目のかゆみがどうしてもこう止まらないという場合は、目の感受性が高いんですね。まあ、簡単に言うとデリケートだと、いうわけですから、そういう人はどういう人かというと、眼精疲労を起こしやすいような人ですね。そういう人は目が疲れたっていうのとかゆみとも一緒になってしまいますので、眼精疲労のツボ、わかりますか？だいたいこの辺りに、刺激をすればいいです。何もないときは指で軽くこう、軽く押さえてやるだけでも、ずいぶん効果がありますので、指でまず押さえてみてください。もちろん、鉛筆芯を貼ったりですね、それから、ハペパッチをこう、ハペパッチを貼ったり、アルミホイルを、アルミホイルをですね、1センチぐらいの大きさのちっちゃなアルミホイルを、これを指でこうくる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 とちっちゃくちっちゃくします。なるべくちっちゃくした方がいいです。なるべくちっちゃくしたのを、絆創膏かなんかも、まあ、アレルギーが出やすい人ですから絆創膏かぶれするかもしれませんので、まあ、かぶれないようなそれをこう貼ってもらったわけです。鼻水どうするか。鼻水は走ってください。この間も花粉症じゃなくて年中鼻水が出るっていう人、一緒にここで治療室でこうやって10分ぐらい走ったら鼻水がスコッと取れて、走ればよかったんだ。まあ、運動不足ということです。頑張って走ってください。鼻水は必ず10分20分走るとスカッと取れてきますから。